ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。2度目の登板ということで、バウアー投手。ねえ、はい、豊のミーティング。うん。ねえ、バウアー。2度目の登板をしました。はい。ね、2軍でね、2度目の登板になりましたが。そうだね。で、松尾選手も感激した。そうですね、今回ね、松尾とバッテリーを組んでね。そうでしたね。で、松尾が、ねえ、サイ・ヤング賞の投手を受けれるっていうね、いやこの時期に。ねえ、ねえ、いい勉強になったと思うけども、ねえ、もう本人もすごい感激してたということで、はい、まあ、驚いたっていうか、こんな球ないなって感じたっていうような感想を、ねえ、言ってますけど、バウアー投手もね、松尾君のことを、ああ、絶賛してたね、絶賛してましたよね、まあ、お互い褒め合うという、うん、ね、まあ、まあ、まあそうだなと思うけどね、まあ、けなし合いはしないと思うけど、はい、それで5月2日。一軍デビューするんじゃないかと言われてる。そうですね、2日からの3連戦、ね、広島戦、まあ2日に投げるか3日に投げるか、うん、まあそこら辺で投げるんじゃないかっていうね。ただまあ昨日投げて、うん、今日の状態っていうのがわからないから、うん、肩の状態とかね、うんうん、まあこれははっきりしたことは言えないけども、うん、まあ昨日の投球内容とか、うん、出来栄えとか見ると、うん、まあいつ一軍に行ってもおかしくないよと、もう準備は整ったっていうね、本人も言ってるし、ね、本人がね自らゴーサインを出したっていうようなね、ニュース出てましたから、まあそうだね、まあこの辺りじゃないのかなっていう、うん、まあね、連休なんかもあるので、まあそうだね、見に行ける人は、まあここはね、うん、ゴールデンウィーク中だからお客さん入るからちょっとずらしてもいいんだろうけどね、うん、2は平日で、はい、3、4あたりがね、うん、まあ ね、 ねで、まあ今回もね、はいはい、投球内容をちょっと見てみたいと思うんだけど、はい、今回は5回の途中で降板するような形になりましたか。そう、5回3分の0、うん、で77球、うん、でね、少しねちょっと疲れてたような気がするね。これは前回の登板からの疲れとかもあるんでしょうか。まあ練習をこう、まあ、やっぱり積んだりとか、うん、まあいろいろ日本での環境だとか、うん、まあ、そういうこともありながら、うん、少し後半少しバテたかなというね。なるほど。だから、まあ、これからの課題っていうのはもうスタミナだけかなという感じがするけども、ね、4回くらいまではね、ああ誰も一人も走者出さずに、そうだ、ね、4回ワンアウトまでは来てて、はい、それまでに2奪三振ということだったんですよ ね、 ね、はい、はい、で、まあ、2安打打たれました、はい、うん、で1失点、はい、まあ、1失点というのは、うん、球数が来たから次の登板、次のピッチャーに、はい、まあ、マウンドを譲って、うん、そのピッチャーが犠牲フライを打たれての1失点なんだよね。なるほど。だから、だから本人が完全に打たれて取られた失点ではないということ、ないってこと、残したランナーが帰ったということで、ね、うん、はい、まあ、あのまま投げてたら多分抑えてたんじゃないかなっていうような、うんうん、まあ、そのぐらいのピッチングをしてたけどもね。その辺の判断っていうのはやっぱ難しいですか。まあ判断とは、もう球数が来たから、あ、まあ、もうねっていう感じなんですか、うん、まあアメリカのやり方って、うん、もう球数、どんな状況でも球数が来たらバッと、まあ言えば1軍の投手だからさ、まあ2軍は調整だから、うん、だからまあ調整の球数が来たって言ったらもう下ろすよね。なるほど。で三振が少ない。そうですね、2打三振、うん、これはねちょっと見たけども、はい、この前はね、まっすぐを主体にスライダーだったんだよね、うん、はい、今回はスライダー主体のまっすぐだったんだと思うんだよ、うんうんうん、だから一つ変化球にテーマを置いて、うん、まあ投球してたんじゃないかなっていう、今回はというか今回はね、うん、練習してたんじゃないかなっていうような気がするんだよね、はい、まあただその中でも、154キロ最速ね、ちょっと記事によっては違う球速出てますけど、まあ多分このこれで合ってんじゃないかなっていうの、まあこの前回が156かな、はい、そうでしたね、最速がね、うん、だからまあこのぐらいの球は投げるということで、うん、ただスライダーでも、うん、少しカット気味と大きく曲がるスライダーと、うん、まあカーブという分け方をしてもいいんだろうけども、うん、やっぱり横滑りしてるから、まあスライダーも何種類か投げてるんだよね、うん、だからそこら辺がやっぱクレーバーだなっていうふうに、まあ思うし、うん、やっぱこうパフォーマンスもいいね、うん、マウンドに上がって投球練習の時に1球目はもう後ろからちょっと勢いをつけてね、プレートじゃなくて、うん、1球投げた後にプレートに戻って投球練習をするとか、うん、なんかねすごくね
なんかテレビで言ったら、うん、コマーシャルの間でも見てたいみたいな。なるほど。そんなね、もう一挙手一投足を全部見ときたいみたいな。だから楽しませてくれるというか、うん、三振取ったからって言ったってその後ボール回し行くでしょ、うん、三振取った後にやっぱパフォーマンスを入れてんだよね、はい、だからこうカメラワークっていうのはやっぱ難しいと思うよ、うん、バーは、ね、一台専用に撮っとかないといけない感じですよね。そんな感じ、そんな感じで、今回気になったこと、うん、まあ、前回はクイックがどうのこうのって言ったけど、うんうん、でも走るランナーが出た時にはやっぱちゃんと目で押さえたりだとか、うん、クイックはできてんだね、うん、だからそれは相手を知らなかっただけで、今回はクイックもちゃんとできてたし、うん、でね、気になったことっていうのは、うん、ちょっとね、泳いで打ってバントみたいなボールが転がったんだよね、はい、で取って処理したんだけど内野安打になったの、うん、でもこれはね、どんなピッチャーでもあれは内野安打になるんだよ、はい、ただそのボールの取りに行き方とかそういうの見たら、あ、このバウアーっていうのはフィールディングもいいなっていうふうに思った。うん、こうね、フィールディングが得意なピッチャーとそうでないピッチャーっていると思うんですけどね。 それとこの試合に、まあ、阿部、中日から来た、はい、と茂木がいたんだよね、はい、これはやっぱこう一軍の、経験者で、うん、やっぱもうな結構いいピッチャーと当たってるよね。そうですよね。でそのピッチャーに対してバウアーに対してどういう対処法をしてくるかなっていうふうに、うん、まあ、思ったら阿部の場合はやっぱスライダーがかなり曲がるんだろうね、うん、だから右バッターの阿部はちょっと腰が引けて打ちに行くんだよ。だからそれだけやっぱキレがあるっていうことだよね、はい、だから阿部もきっちり抑えられてた、うん、で茂木にね一本そのライトに、まあ、ちょっと大きなフライを打たれたんだけども、はい、ここら辺がもう少し球速が上がってくるのか、うん、それとももっとコントロールが良くなってくるのか、うん、まあ、茂木が捉えたっていうのは、まあ、インサイドちょっと甘めなんだけどもね、はい、だからまあそこら辺が、あ、いい当たりされたんだって、まあそれはいい当たりはされるわね、多少はね、やっぱり一軍で、ね、一軍の選手だから、はい、彼らはね、もともとはね、だからやっぱりこう一軍に上がると、うん、まあ2安打が4安打になりしていくのかなっていうような気はするけども、うん、ただランナーを置いてても落ち着いてるな、うん、落ち着いてるし、こうチームにこう溶け込んでるというか、うんうん、もう2軍の選手たちとね、うんうん、こうハイタッチもしてるし、なんか松尾が寄ってきたらこう会話してるし、でも松尾はパントマイムだったけどね、多分英語はできないと思うんで、そうですね、うん、まあ、だけど非常に、まあ、こういう内容を見てもね、うん、すごくこう楽しみだというね、ね、だから、うん、なんて言うんだろう、5月2日一軍デビューって書いてあるけども、うん、本当に待ち遠しいし、ね、まあ、相当活躍してくれるんじゃないかなっていうふうに思うよね、うん、だから DeNA っていうのは、はい、今永が戻った、うん、大抜き投げれるようになった、うん、戻った、うん、まあ負けはしたけど、うん、ゲームはしっかり作れたしね、バウアーが来る、うん、これ強力だよ結構ね。しかも今ねバッティングの方も DeNA はね、うん、好調ですから、まあ宮崎がね、うん、宮崎と佐野がちょっと止まったんだけど昨日、うん、ちょっとバッティングの方は少し落ちるかもわからないけども、一時期よりは、うん、一時期よりはね、うん、でもまあもちろん彼ら2人っていうのは宮崎佐野っていうのは上がってきてくれると思うけども、うん、ただその間ちょっと休むかもわからないけども、うん、その間このピッチャー陣がきっちり仕事してくれるよ多分、ね、この間もね今永投手も久しぶりにね、いや、感動ったよ、登板しましたけど、やっぱりなんかこう、ね、頼もしいというかね、そうだね、うん、だからまあエースが戻ってくるのはすごく心強いでしょ、うん、でバウアーっていうのはやっぱね雰囲気を変えられる、うん、なんかそんな力を持ってる、こうね引きつけられるというかさ、やっぱこう大根役者と、うん、本当の主役との違いがあるよ、うん、やっぱねそれだけのそのなんか器のでかさっていうのをすごく二軍でも感じる、うん、まあ、もちろん、ね、うん、もちろん二軍だったら感じるんだろうけども、うん、いやこれは物が違うっていうのはもう明らかにわかるよ、さすがもうサイ・ヤング賞を取ってるピッチャーは違いますか、まあ、そうだね、うん、ただデビュー戦がもうビシビシいけるかって言ったら
やっぱりバウアーも苦労すると思うよ、うん、多少やっぱりしつこいバッターも多いしね、うん、で球数もその分投げさせられるかもわからないけども、うん、でも彼はやっぱ頭がいいし、うん、あこういうピッチャーにはこういうボールっていうの本当にね瞬時に感じ取る力があると思うんだよね。なるほど、うん、だからそういうところも楽しみに見てると、うん、面白いピッチャーだと思うよ。これ例えば、はい、この今予想されている5月2日からの試合で1軍デビューするんじゃないかってなった場合、はい、まあ、相手は広島、はい、ってなるとこれはバウアー投手も、まあ、初めての1軍広島の打線とどうですか今広島って。ああ広島 ね、まあ、悪くはないよね、うん、悪くはないけど合うピッチャー合わないピッチャーってあるから、はい、合わないピッチャー、例えば今永みたいにピシッと来られるとやっぱ打てないし、うん、まあどこの打線も打てないとは思うんだけど、でも得意なピッチャーもいるよね。例えばアメリカで経験のある秋山選手とか、あどうですかね。どうだろうな、まあ、そういう楽しみもありますよね。まあ楽しみだよね、うん、だからまあそういう意味ではまあ対策もしてくると思うんだよ、うん、広島はね、バウアーがいついつって、ね、やっぱこう発表したいしさ、いついつ登板ってね。だからやっぱその研究の裏をいけるのか、うん、それとも研究してるけどそんなもんで、そんな研究じゃダメだよって上行っちゃうのか、だからまあそういうところを見るのも楽しみだし、まあ本当は初登板が楽しみでしょうがない ね。これ打者の心理としては、おバウアー投手と対戦できるっていうのか、うわーどうしよう。いやいや楽しみだよ。やっぱそう、うん、ただね、うん、チャンスがあるのは、うん、バウアーがいや松尾選手に受けてほしいと、うん、言ったら、うん、そしたら松尾一軍に上がれるよね。なるほどね、ご指名があれば、ご指名があればね。そういうこともあるということですね、うん、まあそういうこともね、本当楽しみです、ね、うん、まあ、本当にデビューね、うん、いい準備をしてもう準備は整ってるけども、はい、ね、本当にこう体のコンディションだとかね、最終調整ですね、まあ、最終調整をね、うん、しっかりして、まあ圧巻のピッチングを見てみたいと思います。はい、ね、期待してます。はい。